からいきます。あ、ダメダメバッテンがどうのこうのか毎度、翔太郎です。いや、今日も路上だったわけですけど、だいぶ暖かくなってやりやすい気候になったんではないかと思うわけですけど、やりやすくなったおかげでわらわらと、他に路上ライブをやる人がいっぱい出てきちゃったので場所取りが大変です。まあでも人全然通らない、なあ、人通り少ないところで今日もやりましたけど、まあ CD も買っていただいて、まあ良かったです。今日も警察に止められましたが、まあ上手にできたんじゃないかなと思います。あとはそうですね、もうずっと言ってますけど、ギャオの再生数、皆さん本当ありがとうございます。疲れたら休むべきですから、気持ちはすごくありがたいです。まあ新曲4月25出しますけど、できれば3ヶ月に1回は CD 出せるように何十曲もちょっと作っていこうかなと思ってます。まあちょっとポップスの路線から若干外れた楽曲が結構今できちゃってるので、ポップス好きな方にとってはなんだこれわかんねえみたいになっちゃうかもしれないですけど、まあ翔太郎です。ひとまず4月25日迷ってる方も、来られる方もぜひ来てください。楽しくやりますので皆さんで盛り上がっていただければなと思います。今日は、ちょっとした時間でしたけど、集まっていただいた皆さん本当ありがとうございます。ありがとうございました。翔太郎でした。なんだかよく分からなかった。